これは英雄の物語。獣に襲われし木の葉を救った英雄の をかけて戦った。気高く燃える意志を抱いた者。俺に気づいたか。慎重に選ばなきゃ。お前の相手は俺だ。そして終わった。飛んだか。早いな。知ることのない真実の物語。序章、九尾襲来。こっちの攻撃がすり抜けた。なんだあの術は。奴は一体里も気になる。だが一瞬でよくもここまで。お前は何者だ。なぜ木の葉を狙う。俺のことを聞いてどうなる。お前らはもう間もなく終わるという。すでに希望などお前らにはない。戦
開始。そして木の葉に出入りを忍び、それに当たる人物を俺の知る限り一人しかいない。あなたがうちが分からないというのか。そう、里の様子が気になるようだな。しかし、だからといってこの俺から目を離すことはできない。葛藤だな、四代目火影。里のことは三代目と里のみんなを信じるしかない。今はこいつを仕留めることに集中しなければ。